こんにちは。劇作家の重信です。エースカの土井です。よろしくお願いします。お願いします。はい、演技を褒めて褒めて褒めまくるということで、ダ、え、カーポしませんかの。今回なんと第一話を。はい、はい、最終回前に行ってみようということでございます。はい、よろしくお願いします。はい、なんか最終回前に見ると、やっぱりちょっといろんな仕掛けが。 あここはこうだったんだな。あ、これはこうなってたんだな、みたいなことがね。ね。はい、ね。面白かったね <laughs> あ。実はこれでは嘘で、ここが入れ替わってたんだな、<の>みたいなのもちょっと言えたりしてて、ねねいや。面白かったですね。<の>はい。はい、はいえー。そんなダカーポー。はい。1個目なんですけども、はい、8分。はい。えー、二宮さんがですね。 こうみんな集まってきてね、ギャーギャー言うわけですよ。なすね、何やるんだ、何やるんだみたいなねで。そんな時にですね、二宮さんがみんなにですね、こうクズだからお前らはクズなんだっていう <laughs>。だから一括して話を切り出すところっていうか、まあ、イニシアチブガーンって取ってね、うんあの、切り出すところがあるんですけど、非常に強い行動のある、いい交流でしたね。で、こっからですよね、あのデスゲームをまあこれからやるんだとか、なんかね、あのーまあ、それぞれのね、 あのー、もうのっぴきならない状態に追い込まれた中で、うんえー、やるはずでしょっていうところを確認させるっていう,こう危険度がもうこの時点でガンガンに上がっていくいいお芝居でしたねそうですねまあいい導入というかパワーのある、まあ、やっぱりそこでグッとこうみんながある方向にこう導かれていくっていうところですよね、うん、はいよかったですよね、うん、はいで次が17分はい これそれぞれの背景がこう短いんだけどね、なんかそれぞれの部屋であの、まあ、相手に話すっていう形式で、こう、階層みたいなのがどん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 こうやっていくわけですけども、その短いんですけども、まあもちろんだけどね、それぞれのまあ背景が、まあ今まだこう、明かせる、明かせる部分だけだけども、うんあの、それがこう映像として見えている中で行われているっていう、で、その中で、えっ、ー、と、まあそれぞれの登場人物がそれぞれにこう強い動機、 がありえー、強い行動とねそのそれを渡していくっていう交流につながっていくような動機がある素晴らしいいいお芝居でしたね。そうですね。まあ、うん、このドラマの基本的な構図がこう広間でまあみんな集まっているところと、うん、まあ部屋でそれぞれまあ何人かがちょっとプライベートなトークをするっていうところに分かれているっていうすごくまああのー、基本的に一貫している構図ですよね、うん、これはね。 そう、いやーね、ねこれね、まあでも、部屋で語ってても、まあ本当のこと言ってる人と、まあそうじゃない人もいてっていうね。ねそうなんだよね。はい、<laughs> 今、履かせるだけのね、分離法そうですね。はい、<laughs> そう、実はね、偽ってる人も、まあ中にいるわけですからっていうね。はい。えー、面白いね。うん。はい。で、ここですよ、肝ですよ、29分からのとこですね。はい 第一のデスゲームのところですよね。そうですね。あこうやっぱり乗っ引きにならない状態に、状況にこう追い込まれていきます、うん、車が。で、その中で行われる素晴らしい交流ですよね。で、まあ最後ね、あのー、いいんですか、本当に、い,いきますよ、のでいきますよって言った時に、こう、はいをこう交換し合うとか、そうですね。交換してくれ、みたいな。いや、まあねえ、 あるよね、あるよね。うん、でもまあそれだけ、まあもちろん危険度が高くてもうどうしようもないな何かにすがりたいみたいなね、うん。何か信じれるものは何かと。まあ運なんだけど、うんうん。なんかそういうことをやってるいい演技でしたね。素晴らしかったですね。いや、これでも、やっぱ今見ると、うん、あの人が、でも最初はあれを弾いて、で、交換をしてるっていうのは結構。うんね そうですね。<ー>そうだってるっていうのは。<ー>いや、結構、こう、なんていうんですかね。ある、たぶん自分の研究に確信を持った行動というか。そうなんだろうね。やっぱね。ねっていうことでしたね。<ー>今見るとね、あそうなんだっていうのがね。<ー>そう。面白いね。いや、面白いですね。はい。そして、まあ、それが終わって、はいまあ、決定。 着がついてというか、ね、結局がついて、うん、まあ、最後ですよね、生き残ったメンバーがこう喜ぶんですけども、これはもう体の芯から湧き上がるような、あのー、非常に強い、なんか衝動がある、いい演技でしたね。うん、なんか、ぬわーってね。そうですね、<laughs> まあ、最初ですからね、まあ、これから多分、ね、こう超えていく中で、ちょっとずつ多分、失われていくものが、まだ今はあるっていう、ね、ね、最初のやつですよね。うん いや良かったですよねもやっぱヒリヒリ具合もやっぱ人数が多いとちょっとでも今見るといや不思議なもんだよね不思議なもんだねなんかね1対1を見てるとそうでも最初ね第1話とか第2話見た時は別にそんな感じしなかったですけど十分ヒリヒリしてた感じがするでもやっぱりこうね あの視線をこうくぐり抜けていくたびにきっとね、うん、何かに慣れていってたっていうねそうだね。があるっていういやーなかなかうん、不思議な感覚でしたねいやーそうでも出会いのシーンとかで、うん、いやいやでもやっぱ一個だけ嘘が紛れ込んでるというかうん。でもやっぱあれ綺麗に2人が入れ替わったシーンになってたっていうのはね、うん、いやーあれ面白かったですねうん,うーん いややっぱまた1から見ると面白いな。そうですね。<ー>やっぱこの形式だからこそこうね最初見て1に戻ると、うん、あこうだったんだっていうんかああここやっぱ仕掛けられてたんだなっていうのがちょっとね見えてくるのもやっぱまた面白いですね。うんうん はい、そんなダカブしませんか、はい、第一かなちょっとベストシーンを上げていきましょうかはいまあベストシーンはやっぱりここですね29分ですよ29分間のところですね、はい、<laughs> 第一のデスゲームのところですね、うん、えー、もうまあやるしかないしまあ、うん、報酬もあるしねそうですね、うん、でこんだけの人数の中で一人しか ね、今回はね脱衣したが出ないっていう、うん、まあその天秤はまだその報酬の方が、まあ、勝っている勝っていたのかな、うんうん、ただねもしかしたらその一人になるかもしれないっていう危険度バンバンに上がっていくんだけど、うん、でもその中で行われている素晴らしい交流と行動ですよねなんかね、うん、でちょっと仕掛けもねなんかねまだ入ってるっていう,う、ねうん、もう入っているっていうところだったんですけど、うん、素晴らしい演技でしたね。 そ,まあ、そもそもみんな追い詰められてる状況ですからね。うん、まあどこにも行き場はないし、うん、こうね、まあ、ただ去っていっても、きっともう人生が積んでるような状態だからっていうね、うん、ところですよね。いやじゃあ改めて見ても、ちょっと面白かったですね。面白かったね、はい。というわけで、ダカーボしませんかの第一話でございました。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、この動画、少しでもいいなと思った方、チャンネル登録、グッドボタン。 コメントスーパーサンクス、ぜひぜひお待ちしております。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。